ひどい年だなと思っております。1月1日から。寸断された道路の警戒、すなわち最低限の修正で道路を開くことに全力で取り組んでいるとともに、海路輸送ルート確立のための港湾の安全確認などを行っているところです。もうそこれがこれ以上の底はないんでしょうねと思いましょう思いたいです。For more informative videos like this, keep watching India Today NewsMo.